エコルズ軍はアメリカ合衆国ジョージア州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は4034人であり、2000年の3754人から7.5%増加した。軍庁所在地は国勢調査指定地域のスタテンビルであり、同軍で人口最大の町でもある。ジョージア州には、 軍庁所在地が法人化された町ではない軍が三つあり、エコルズ軍はその一つである。エコルズ軍はバルドスタ大都市圏に属している。エコルズ軍は1858年にラウンズ軍とクリンチ軍の一部を合わせて設立され、軍名はロバート・ミルナー・エーコルズにちなんで名付けられた。エコルズはジョージアで生まれ、長年衆議会議員を務めた。米国戦争で戦死し、 ジョージア州内に埋葬されている。近年州内の多くの囚人にとって流刑の場所として知られてきた。ジョージア州憲法は宗教を超えて罰することを禁じており、司法当局は、州内159軍の中の158軍から囚人を送る唯一の選択肢としてエコルズ軍を使っている。実際にエコルズ軍に移動させたことを記した犯罪はなかった。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は420.80平方マイルであり、このうち陸地404.13平方マイル、水域は16.67平方マイルで、水域率は3.96%である。軍域には著名な湿地であるホワイトヘッドベイが含まれている。アメリカ国道ジョージア州道以下は2000年の 国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。